ではまずは、はい、ビフォアの状態がどんな色とか、うん、ダメージ具合とかどんな状態だったか教えてください。ビフォアの状態はアンダーのまあハイライトも毛先だけになっていて、で全体的に少しこう色がかぶりすぎているような状態で、まあコントラストがあまりこうない状態になっていました。でベースカラーもそうですけれども色味がしっかり落ちてしまって、ややこうブラウン味が結構強い感じになっているのが特徴的でした。はい、そこからどういうふうにカラーをしたんでしょうか。はい、まずハイライトの部分を、毛先だけだったのを根元付近に、上げて、で入ってる色味自体を、まあ、夏っていうのもあるんで、まあ、コントラストをこうちょっと強めに出すためにあえて色をちょっと、外すのと、上の根元付近に向かってハイライトを、まあ、伸ばすっていうところを、させていただいて、まあ、色の差がしっかりこう出るように、ハイライトの方を一回、施術します。でアンダーのセクションの部分はどちらかっていうと、スライシングをメインで使ってハイライトが強めに出る、ちょっとまあインナーカラーっぽいハイライトを入れているっていう部分、そこの部分と、あと表面の方に、レイヤーであったりとか、まあ、ウルフであったりとかそういったっていう要素を取り入れて、いるベースになっているので、そこの部分にハイライトをプラスすることによってそのレイヤー感がよりこう引き立ってくるというような形の、カラーリングに今回させていただきました。使用した色味とか明るさはどういうものでしょうか。明るさは、ハイライトの明るさのところは、13レベルの、ミルキーベージュがメインになっています。まあ、色をちょっと外して色を入れている感じですね。で、全体のベースに関しては、10レベルのチャコールグレーになってます。でそれを、根元の方からやや暗めにして毛先の方に行くに従って明るくなるようなベースカラーも、自然にグラデーションのを作っているという形になってます。はい、この2種類の、はい、2種類というかハイライトをミックスすることでどんな効果が生まれるんですか。まあ、いわゆる全体の、まあ、馴染みを重視するっていうのと、まあ、いわゆるこうアンダーだけ、ハイライトが入ってくるとどうしても上とのやっぱ差が出て、まあ、コントラストが強く出るのはいいんですけれども、もう少しそのカットのベースであったりスタイリングのバランスに合わせた、ハイライトを今回入れたかったなというふうに思いましたので、アンダーのハイライトと表面の部分と入れてあげることによってより主張感が、ハイライトの主張が非常に出るのかなというふうに思ってます。はい、スタイリング方法を教えてください。はい、スタイリングは、まあえて最近あんまりこうぐるぐるに巻いてっていうスタイリングも結構やっぱ少ないとは思うんですけれども、やはりこう夏らしいちょっとこう風に吹かれたような涼しげのある感じのヘアスタイルにしたいなと思ったので、32ミリのアイロンを使って、毛先の方をやや、巻くというよりはちょっとこう曲げるぐらいのニュアンスを、Cカール状に内巻きとこう外巻きをこうちょっと混ぜながら、作りました。でどちらかというとやっぱ今あまり作り込みすぎるヘアスタイルって少ないから、どちらかというと、しっかりドライヤーで崩してあげてあくまで、素髪をバサッとこうスタイリングしたような、スタイリングにしております。はい、スタイリング剤はどういうものを使って仕上げているんですか。スタイリング剤は、まあ、最近結構もうウェットすぎるスタイリングっていうのも結構もうなくなってきてるっていうのもあって、ちょっとそのドライな部分、ドライな軽さの感じる部分を作るために、軽めの、ワックスですね、ファイバー系のワックスを使ってあげて束感を出しているのと、あとは、少し毛先の先に濡れ感を出すぐらいでちょっとオイルを足しているぐらいの感じですね。なので割とこうベターっとした感じのヘアスタイルよりはレイヤーが当然やっぱ流行ってくると、当然やっぱこう動いたヘアスタイルっていうのが多くなってくるので、あまりこう
オイルで押さえつけるスタイリングっていうよりは少しこう動かしたような感じのスタイリングっていうのが、主流になってくるのかなというふうに思います。はい、今回のスタイルはどんな女性におすすめしたいですか？そうですね、海の似合う女性ですかね。海辺を一緒に歩きたいですね、きっと。そう、そんな割とこうなんかこうラフな感じと、その顔周りにかかる光景っていうのがちょっとこう色っぽく感じるといいかなと思います。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。